あれから少しでも変わってこれたでしょうか。誓いは立てたけれど、そこで何かが終わってた。目の前の机には昨日までの宿題が白紙に近いままで、また今日が追い重なる夕日に影が伸びて、一日の終わりを形取る。両手を広げ十字架を作る。別に意味はない、きっとうまくいくとか、何か意味があるとか、スケールの大きな嘘で、ただ忙しいだけのちっぽけな暮らしを慰めて生きてる。だけどもう一度、だからこそもう一度、夢見る頃はさったとしても、まだ自分さえ知らないような新しい自分。